2月5日から10日まで市民ギャラリーで西宮市福祉作品展が開催されました。これは昭和54年から毎年行われているもので、今回で40回目です。西宮市福祉作品展は3つの催しで構成されています。まず市内の小中学生による福祉に関する作文やポスターの入賞作品を展示するコーナー、障害のある方の作品を展示するコーナー、特別支援学校や障害者就労施設などから寄せられました。そしてクッキーや雑貨など障害者就労施設の製品を展示販売するコーナーです。市民の方一人一人が福祉について認識し理解を深めることで、障害のある方や高齢者の方、子育て中の方などを含め住み慣れた地域ですとか、職場、学校等で、誰もが支え合って共に暮らせる社会を築いていくことを目的にしています。こちらに訪れていただいて福祉のことを身近に感じていただけたらいいなというふうに思ってます。障害者作品展には今回280点の応募がありました。個人で制作した作品だけでなく、共同で制作したものも、芸術性の高いものや想像力豊かなものなど、数多くの絵画や立体作品が集まりました。障害者就労施設製品の展示・販売コーナーへは、毎回楽しみに訪れる人もいて、お目当ての商品を買い求めていました。